はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。今日もランダマイザーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。手組のね、話をしているんですけど、とりあえずね、今回またいろいろとアイテムを探索していこうかなと思うんですが、リスナーさんのアドバイスでいただいたゲルドの谷の滝のところかな、なんかね、僕あんま知らないんですが、なんかあるらしいんですよ。滝の中って言ってらっしゃるかな。ここから飛ぶのか、あの中になんかあるらしいんですよ。ちょっと行ってみましょう。あそこにあるらしいので、行けるか、届くか。滝の中でいいんだよね。なんでどうだ、あ、滝の中じゃない、左に何かある。ほんとだ、あるわ。滝の中にもある。あ、あるわ。ちょっと待って待って待って、あると。はい、なんかありました。ウォーターテンプル、水の神殿の大きな影ですね。僕これ知らなかったです、ちなみに。はい、ありがとうございます、アドバイスありがとうございます。僕これ知らなかったですわ。あ、こんなんあるんだ。はい、っていうのと、あとね、もう一つ、炎のボレロ加工、デスマウンテン加工に確か豆をセットできたはずなんですね。それをちょっとやりに行こうかなと思います。なんかデスマウンテン加工は燃えちゃうからみたいなこと言って行かなかった箇所があったかなと思うんですよ。もしかしたら黄金のスタルチュラがいる可能性があるので、牛、あ、牛乳補充できるみたいなやつか。お、豆植えれるじゃん。あ、こんなとこ豆植えれたんだ。一応買っておきました。デスマウンテン加工に植える豆と、もう一個余分に買っておいたので、ちょっと植えていきましょう。で、ついでに虫もセットして、黄金のスタルチュラ回収します。オッケーオッケー。黄金のスタルチュラもね、順調に35匹まで来てますからね。40匹楽しみですよ。もう極力稼いでいく。オッケーですね。で、虫また再利用で捕まえると。これ黄金のスタルチュラがゲットできたはずです。これは多分だけど、ミルクが補充できるよって言ってるんじゃないかな、牛から。牛乳はね、いらないんで、ね、デスマウンテン加工に、これから向かいましょう。デスマウンテン加工のツタのアイテムを入手していないので、もうちょっと回収しに行きたいですね。一応壊しておきます。違う、壊すんだ。これを一応壊しといて、何もないですね。牛は何かくれるんだっけ、銀を見せれば何かくれるみたいな。なんかこれがね、実はミルクではなくて別のアイテムになってるみたいな可能性もありえるから、関係ないのか、牛いるだけなのか、何か言ってんだろうな多分これ。まあいいや。はい、無理ですね。はい、デスマウンテン加工の方に向かいます。長時間入れませんので、速攻豆植えて戻りましょう。で、大人次第でのリンクになって、ツタに乗って何か回収できればってことです。ここですね。虫も回収できると思うので、急ぎます。結構時間あるな。体力が増えてきたので、多分結構時間が余ってきたんだと思います。これで多分全箇所かな。全箇所に豆を植えたはずです。で、さっきのゲルドの谷のツタも一応大人時代で行った方がいいかもしれない。で、虫を念のため補充しとくと。まあもう他に穴がなかったと思うから、虫持っててもしょうがないとは思うんですけど。ですね、これで36匹目。あと4匹ぐらいだったら何度か工面できそうですね。OK です。ありがとうございます。36。あそこに何があるかだよな。あそこって確かね、向こう方面から降りれたはずなんですよ。っていうのと、スタでなんか回った時に何か得られるはずなんだよな。はい、とりあえずじゃあ大人になってこようかなと思います。で、ここでね、光のプレリュードあればいいんですけど、ないので、めちゃくちゃ大変なんですよ、時の神殿に戻るのがね。このね、光のプレリュードも本当に早急に欲しいです。
でここから大人時代のリンクに なってこの加工に来ようと思ったら本当に一苦労で、まずどうするかっていう と、 ちょっとその成り行きを説明しますと、ハイリア湖畔に飛ぶしかないんですよ、ここから脱出しようと思ったら。でハイリア湖畔に飛んでエポナに乗って時の神殿に徒歩で戻るんですよ。リンクが、リンクはエポナに乗れませんから、これ飛ぶじゃないですか。でそこから時の神殿に戻って大人リンクになってっていう成り行きになりますね。ということでカットします。あ、こいついるじゃん、黒いる、これ一発でいけるわ。カットしますとかなんか軽い感じで毎回言ってますけど、だいぶですね、光のプレリュードがない弊害がね出てますよ。お、これいいね、ありがて、もう夜だよ、で太陽の歌がないんですよっていう流れがねずっと繰り広げてます。カットしなかったらこんな感じです。もう朝になるんでとりあえず待ってますよ。でこれで太陽の歌も入手できてないのでっていうことをずっとやっておりました。カットしますの間はずっとこれの行き来です。なのでこの撮影時間というのがねめちゃくちゃ長くなっちゃってるんですよ。はい、じゃあとりあえず大人時代のリンクになって加工の方ですね向かっていきます。よし、加工に向かいましょう。ここで何もなかったらこれですね、ここで何もなかったら困ったことになりますね。なんかある、なんかあるぞ、ちょっと待て、何かある、おいおい、なんで2回も、2回も乗せんねん、なんかあったぞ。でもなんか手袋らしきものなかった今、金のグローブか銀か金か、なんかありますね。どっちだ、銀か金か、金であれ、どっちだ、シルバーだから銀だ、銀のグローブ手に入れました。はい、銀のグローブでじゃあ何ができるかってことだよな。なんか持ち上げれるはずなんですけど、持ち上げて何か恩恵あったっけな、あそこにも何かある、種か、種なんでいりませんね、種はいりません。そうか、銀のグローブ、銀のグローブで何ができるかってことだが、うん、終わりました。いきなりやることが、用意してきたネタが全部使い切ってしまったので、黄金のスタルチラが確かあと数匹ですよね、あと4匹だっけ、あと4匹なんですよ。あ、だからあと4匹何度かかきを詰めて40匹にするっていうのと、あと釣りですね、ずっと避けてきた釣りをやろうかなと。子供時代の40センチ以上だっけ、釣り上げろみたいな、50かなんか釣り上げろみたいなのやってないので、それをやりに行きます。あとは、あとなんだろう、あと井戸の底の取り逃しがないかどうか攻略サイトで調べたりとかっていうことになりますね。はい、ということでその辺をちょっと調べてこようかなと思います。はい、あともう一つ、かかりこ村でですね、あの子供時代に一回来たことがあったと思うんですが、まあ、穴を見ていただけると、穴の中を見ていただけると、皆さんも思い出していただけるかなと思うんですが、このね、ここで嵐の歌を吹くとですね、穴が出現するんです。嵐の歌じゃない、爆弾を仕掛けると穴が出現するんですね。でこの中で一回子供時代でね引き返したところがあって、これ倒せないわって言って帰ったところがあるんですよ。ここです、ここ。今の俺だったら倒せるじゃないですか、第5の塔があるわけだから。これ倒したら何かアイテム手に入るんじゃないかなと思うので、ちょっと言っておきましょう。多分結構強いんだけど、太陽の歌がないから、やります。当たれ、オッケー、あと1匹、こいつ倒せば何か出るはず、先に当てりゃいいんだよ。オッケー、子供時代じゃ倒せなかったですからね、お気に入りの剣もないし棒も無理だしっていうので、でアトムに回したものを大人時代だったら倒せました。さあ、森の神殿の鍵、森の神殿の大きな鍵ですね。大きな鍵はねめちゃくちゃ順調に集まってます。だから一応ダンジョン攻略の路線には入ってるのかなというふうに思うんですが、肝心のね止められすぎているので、ポイントポイントを
これがちょっと弱ったなってところなんだけど、あそこの上に行けないかなってことなんだよな。あの人、あの人ロングフックだよね。どう考えてもロングフックじゃなくても行けんのかな。届かないよね。いや届かんよな。ロングフックじゃなくても行けんのかな。あそこもう死の子の言ってられないですからね。死の子のっていうか、もうその届かないでしょとか決めつけでなんかどうこうやれる段階ではもうなくなってるから、こっから届かないか。あ、届くんじゃない、こっから。普通の通常フックなら。あ、いけそうだぞ。あの人に会えるぞ、多分。オッケー、いけた。さあ、本来であればハートのかけらをくれるお兄さんです。おい、ここまで来てんだよ。ガムシ。オッケーオッケー。さあ、何をくれる、何をくれる。シャドウテンプルいらない。炎の神殿がいりません。鍵が着々と手に入ってる。こいつら全員ダンジョン攻略のために動き出してる、こいつら。あとなんだ、あそこなんだ、銀のグローブだからあれ持ち上げねえんじゃない。あの上、少々お待ちを。あの上行ってみよう。あの上行ってみましょう。ここって確か夜に来いみたいな薬屋の裏手だよね。一応見ておきます。一応見ておきますが、あ、入れる。ここってなんか薬屋の裏手じゃなかったっけ。あ、ハートのかけら売ってんな。まあいいや。うん、これ表の方だね。で、裏口からも入れますよって感じだね。で、夜来ると薬屋がここに回転してるみたいな。ここは何でしょうか。ここは子供時代に来た場所ですね。あそこを銀のグローブで持ち上げれるはずなので行ってみましょう。この辺、スタルチラがいるとかないよな。黄金のスタルチラもあと4なんだよ。うん、もうあとはかき集める段階。鍵とかがね、ちょいちょい出始めてる。こいつらイチャついてるけど、なんかくれ。なんかくれよ。もうただのモブキャラでしかないな、あいつ。よし。出ませんか。ダメですか。はい、ちょっとダメみたいなので、さっき言ってたやつですね。黄金のスタルジラと、黄金のスタルジラと、井戸の底だ。井戸の底ね、絶対取り逃しあると思うんで、向かっていきます。はい、井戸の底のですね、探索が終了しました。もうさすがに取り逃しはないかなと思います。で、ここで入手したものなんですが、一番の収穫は今お見せしているファイヤーテンプル、炎の神殿の鍵が一番の、見せ場というか、あ、いいものでしたね。あと入手できたものはハートのかけらと、もう一つですね、ゲルドの修練場の鍵を1本入手しました。これで何かが変わればいいかなってとこなんですが、炎の神殿の鍵を入手したことでですね、1個奥にさらに炎の神殿が進めるようになりました。もうこれで限界ですね。あとはもうこんなところにありましたよ。こんなところにありました。誠のメガネがないと、もしくはまあ俺がこのここに関して詳しかったらまあ分かってたんだと思うんですけど、まあこの辺はちゃんと調べるべきだったかもしれないですね。誠のメガネがない段階でもね。ただ誠のメガネを渡してくれてるっていうのは、これは多分ランダマイザーの仕様っていうか、まあ優しさなんでしょうね。誠のメガネがで一応ここを見て取りに来てねっていう意味の誠のメガネをこう置いてくれてるってことなんだと思います。はい、ということでこれで2つ行けるところが増えまして、炎の神殿とゲルドの修練場ですね。ゲルドの修練場に関しては、まあ一応なんですけど1本増えたってことで、これ1本増えたってことで、まあ期待薄なんですが、まあ一応行けるかなっていうところと、で炎の神殿は1個先に進めるからまた何か一つ大きく動くかなというところです。はい、ということで炎の神殿からですかね、まずは。はい、じゃあ炎の神殿の方に向かっていきます。はい、炎の神殿の方に戻ってきました。でですね、1個衝撃の事実が判明しまして、皆さん今僕が持っているもの、妖精のオカリナじゃないですか。構えるじゃないですか。時のオカリナに変わるんですね。大人リンクが
妖精のオカリナを構えてるモーションがおそらく任天堂が作ってないんでしょうね。なので構えた瞬間に時のオカリナに切り替わるみたいです。はい、ということで進めていきましょう。これちょっと思ったんで、まあ時のオカリナで思い出したんですが、仮面、誠の仮面のやつですね。マラソンマンが時のオカリナを入手しないと走らないんですよ。だから誠の仮面まで入手できないんですね。で、仮面非評価っていうのを前回のパートで言ったと思うんですけど、あれは誠の仮面とドクロの仮面じゃないとアイテムがもらえないので、誠の仮面が現状入手できない以上、まあいけないかなと。仮面のところはもうストップかなというところです。で、これね、水の鍵を、ボス部屋の鍵が先ほど手に入ったじゃないですか、かかりこ村で。これね、水の信号に入れればね、ボス部屋まで行けるんですよ。だから一応これね、ヘビーブーツがあれば行けるんだよね。だから ロングフック、ヘビーブーツ、ホバーブーツと、実はね、これボスまでそんなに遠くない気がしていて、それあんまり攻略できてないように見えるかもわからないんですが、ボスを全然倒していないので。でも実は蓋開けてみると、これね、ロングフックやらが何やらが手に入れば一気にボスまで行けるんで、ダンジョンの中に入ることさえできれば、実はかなり進んでるんじゃないかなというところですね。水の神殿に入れればボス部屋の鍵持ってるわけですから、ボス部屋まで行けますからね。で、そこのボスがファントムガロンとかだったら弓矢持ってるから倒せるので、実はね、倒せないボスってそんなにいないんですよ、僕が今持ってる装備で。モーファはロングフックないときついかなっていうぐらいですね。まあ一応フックショットでも倒せるとは思うんだけど、モーファがギリギリかなっていうぐらいで、あとはまあ、バルバジアは倒せんな。バルバジアはハンマー必須だから、ハンマーがないと倒せんな、多分。あいつの顔面は鋼鉄より硬いんで、ダイゴの塔も通さないですね。確か。ハンマーで殴らないと確か倒せなかったはず。バルバジア以外は倒せると思うので、実はこれ案外、ボスっていうかクリアまでそんなに遠くないんじゃないかなっていうところですね。で、鍵入手したので、先に進んでいきます。ここの奥ですね。ここの奥かどうかっていうのも定かではないけどな。コンパスがないわけだから。はい、あそこに行けるようになってます。こっちには、確かあれがありました。魔法瓶がありましたね。ということで、進んでいきましょう。ここの奥は何だったか覚えてないんですが、フックショットがあるので、あいつは倒せる。フレアダンサーは倒せます。さあ、鍵もう要求してくんなよ。できるだけ宝箱多く一つでも俺に支給してから、あ、ここ鍵いりますわ。あそこ鍵いります。まずいな、鍵がもうさらに1個要求されましたね。で、鍵はもうね、このダンジョンではもうほぼ入手できないと思った方がいいので、それまで、あそこに行くまでにできるだけ宝箱からアイテムを入手したいなっていうところですね。宝箱よ、もっと大量の宝箱よ。とりあえず向こうには行けません。あそこの奥には行けません。なので団地は攻略できないかなというところですが、あ、また何個か回収できるぞ。とりあえず倒して、大物の相手ではないで、一応ここ確かいたはず。牢屋、あそこの奥にいたはず。で、ここの下はなんだ。頼む、できるだけ物資を補充させてくれ。できる限りの物資を。この奥確か牢屋だよね。ということは宝箱あるよね。 OK、 1個確保です。これが劇的なものであれば、手紙頼む。ローラのあの女の子の手紙、もしくはホバーブーツ、ヘビーブーツ、メガトンハンマーでもいい。メガトンハンマーはちょっと嫌だけど、まあ許す。さあ来い来い。なんだ、ダメだ。ね、森の神殿の鍵はね、いくら手に入れようが、大きな鍵を手に入れたりしようが関係ないですね。入れないので、サリアの歌がないと入れないので、まあまあ、でも一応一個だね。鍵が順調に手に入ってきてるんだけど、ダンジョンに侵入できないからね、炎の神殿以外。
それを止めてるのが歌と、歌なんだよね、主にね。ロングフックも止めてたりとかするけど、ロングフック歌、これが七並べの7であるか、7のごとくね、止めてやがるんですよ。あとね、もうこれは個人的に探索には関係ない、探索っていうかね、あのクリアには関係のないことなんだけど、光のプレリュードはめちゃくちゃ欲しいですね。何度も言いますけど、時の神殿に戻れないってこんな不便な、なんだなっていうところですよ。大人時代はね、エポナがあるからまあまだマシなんですけど、子供時代がね本当に遅いんですよね、歩き、あのガキの歩きが。届くか、これギリだよな。ホバーブーツでいつも行くけど、これギリだよね。届くかな、届いてほしいな、届いてほしいな。 OK、 届きましたね。ここ、今のとこ宝箱あるか、行きます。落ちたらめんどくさいんで、そして、ここも行けるな。あそこあるじゃん、あそこ俺行けたのに行ってなかったりする、もしかして。まあまあいいや、後に回しましょう。とりあえずこの牢屋のこっちのやつのアイテムを入手します。アイテムが多分あるはず。ここにも宝箱あるね、あるよね、ありますね、ありがたいっす。よし、ここまで来たら慎重に行くぞ。OK、 でここです。ここの宝箱も当然回収します。まあ逃げていいぞ、これ。OK、 あと2つだ、2つ解放できる。さあここに期待大です、頼む、ぽい。うわー、水か。もう水の神殿ほぼクリアできるぐらいの物資が手に入ってますよ。まあ水の神殿小さな鍵多いですからね。まあ炎の神殿の鍵でも良かったんですよ、今。何気に水の神殿の鍵がここに出ましたけど、あとはここですね。ここの探索が終わったら、ゲルドの修練場の方にも行きましょうか。ここが最後の宝箱になります。ここの宝箱はちなみに前の段階でも取れました、一応。ゲルドの修練場のね、宝箱っていうか鍵はね、あんまり期待できないんですよ。まあしょうがないな。まあこんなもんですね。あとは取れるものはないだろう。ここは一応取り逃しではあったんですけど、あともう取れるところはないでしょう。鍵も全部使ってしまったのでなさそうですね。はい、じゃあゲルドの修練場の方に一応向かいます。ただゲルドの修練場が期待薄っていうのは、あのゲルドの修練場の鍵を使って奥にある宝箱なんですけど、あそこはですね、これ上から何か別のところに行けるとかそんなことはないよな。行けるんだったらもう一度探索しますけど、行けないよね。これで終点ですね。ここのスタルチュラがいる、ここのスタルチュラいるな。ここのスタルチュラもね、一応、まあ、リーチっていうかね、かかってるんでね。あ、お前、おい、どんだけ忘れてんだよ俺。コンパスなかったら危ない、危ない。気休めできたら、気休めっていうか念のため来てみたら行ってなかったぞ。どんだけ忘れてんの俺。ジュアイテムだったらまずいよなこれ。まあ、ジュアイテムじゃないから取り逃しても問題なく来てたってことなんだろうな。まあそうか、まあ、こういう取り逃しのところにはジュアイテムはなさそうだよね。でもね、あったらだってもうちょい早い段階から先に進めたよねっていうことになるから。なんかね、音すんねえな。爆弾でこれぶち壊すとかある？やっぱりか。まあまあまあ、こんなもん取ったところでですね。これもね、コンパスないからね、分かりにくいんだよね。はい、まあこんなところでしょうか、入手できるものは。はい、じゃあゲルドの修練場の方に向かっていきます。はい、一つね、なんかすごいものを発見しまして、でここハイリア湖畔から出て今からゲルドの修練場に向かうところなんですけど、ここに穴があってね、さっき入ったらなんとね、
宝箱あるんですよ。こんなとこあったかなっていうところなんだけど、まああるみたいなんで取っておきましょう。まあ。なんかあったみたいです。こんなところに。子供時代に開けた穴なのかなと思って行かなかったんですよ。ここ穴開いてるのは知ってたんですけど、まあ子供時代に開けた穴がまだ残ってて、みたいな感じだったんですけど、いや、今のところデグの棒だったからよかったけど、なんか重要なアイテムあるんだったら、こんなところですら無視できないっていうことですよね。つまり。ただ、左の表を見てもらえればわかると思うんですが、順調にですね、黄金のスタルジラも37だ。37になって。で、黄金のスタルジラがもうちょっとなんですよ。あと3匹ぐらいなんとか工面できそうなのと、あとまあ、ボス部屋のカキが順調に集まってるんですよ。だから、この辺が入れるようになれば、ちゃちゃっとね、ダンジョンを攻略して回れるかなと。一気に攻略できるんじゃないかなと、いうふうに思っているので。あとね、やっぱり何度も言ってるんですけど、釣りとね、やぶさめ1500はね、きつい。釣りの、やつはね、これね、だって右、僕がここで鍵使っちゃったとしたらさ、例えば、僕がこれからこちら側にあるところで鍵を使って、わけじゃないですか。こっちルートで行かなかった人攻略できないじゃんっていうことになるんですよ。ここの宝箱に例えば重要なアイテムが入ってたんとしたら、向こうルートで行った人って絶対攻略できないよねってことになるから、多分ここに重要アイテムは置かないんじゃないかなというふうに思ってるんだけど、まあ一応淡い期待を込めていきますけども、ここですね。宝箱は取れそうですね。これ取れそうなんですけど、これね、多分いいもの入ってませんよ。これロングフクトラだったらおかしいですからね。向こうから行った人取れないじゃんっていうことになるから。ゾーラの服か。まあゾーラの服は売ってたぐらいだから。まあ一応キーアイテムではあるけど、まあまあ、そんなに重要なものではないですね。はい。じゃあ行くところが、行く当てがなくなってしまったんですが、またちょっと調べてみます。調べて行けるところを探してみます。で、黄金のスタルシラをなんとか残り3匹倒して40にします。はい。はい、ちょっとですね、また一つ重大なことが分かりまして、これからですね、子供時代と大人時代におけるここ的当て屋に挑もうかなと思います。的当て屋やってなかったのかよってことなんですけど、的当て屋の景品がね、ルピーだと思ってたんですよ。でも違って、なんかね、弓の数が増えるとか、なんかそんなんだったんですね。それだったら話が変わってきてて、景品が変えられてる可能性があるんですよ。なので子供時代と大人時代のこれ的当てめちゃくちゃ難しいんですけど、やります。なんとかクリアしますよ。めちゃくちゃ難しいですよ。これ一発も外しちゃダメですからね。これ一発も外しちゃダメですからね。こんな感じです。これをちょっとね、また頑張ってやりたいなと思います。です。パーフェクト取りました。案外簡単でした。思いのほか簡単でしたね。子供自体もじゃあこれでこんな感じでいきますか。はい、全部取り切りました。難しかったです。子供時代のねパチンコの方がね難しかった。めっちゃ難かったですね。はい、苦労しましたと店主にアピールしたというところで、景品がボトムオブザウェルってなんだ。ボトムオブザウェルって何。ボトムオブザウェルって何。どこだ。ボトムオブザウェル、壁、井戸の底か。井戸の底じゃない。これ初めて見る限りですよね。これ多分井戸の底なんだったら、多分また話変わってきて、ボトムオブザなんとかなんていうとこ場所なんてないので、フリーにしとく。フリーの鍵1個追加にしとく。多分なんだけど、井戸の底の鍵だと思います。多分ね。
うん、聞いたことないからね。で、ってことは、1個アイテム取れるな。どこか。はい、じゃあ、井戸の底に向かっていきます。で、多分ね、井戸の底のアイテムの中で、どれ取るか選ばされるような気がする。選ばされる系はね、でもね、重要アイテムが置かれにくいっていうジンクスがあるんですよ。だって、選ばなかったら、ゲルドの修練場と同じ理屈ですね。選ばなかったら、クリアできないじゃんってことになるから、あんま期待できないんですけど、ちょっと行ってみますか。はい、井戸の底ですね。来ました。井戸の底、ないしはボトムオブザウェルにやってまいりました。で、鍵を使う箇所っていうのが3箇所ありまして、ここと、あと反対側。反対側のここと、あともう1箇所。ライクライクがいるところなんですけど、そこの3箇所です。で、そのうちの、宝箱が入手できる箇所っていうのは1箇所だけなんですね。この奥だけです。ただね、その時点でゲルドの修練場理論でいいものはないんですよ。もう3箇所で別の場所で使ったらどうすんのってことになるから、この奥にロングフックがあるわけがなくて、ちょっと残念なんでね、その時点でね。穴がまさかあるとは思わんかったよ。もう一回来ました。ちょっと油断したわ。まさか仕込まれてると思わんかったよ。待て、これまずい。デグの盾が壊される。危ない危ない。ちょっと油断するところだったな。はい、とりあえず中見ていきましょう。まあいいものないだろうね。まあせめてファイヤーテンプルお願いしますよ。スピリットテンプルです。魂の神殿ですね。あ、じゃあどうするかってことなんですけど、この奥のね、黄金のスタルチラ、まあとりあえず倒しに行くか。とりあえず黄金のスタルチラを倒しに行くのと、それはいいんですけど、厄介な仕掛けですね。ここのスタルチラをここで倒すのはいいんですが、まあこれで残り2匹にはなるんですけど、あー、あるじゃないか。もう一個ある。もう一個あった。おっ、ああまあそうだよな、そりゃそうだよな。ちょっとライクライク、ライクライクがね、ライクライクを処理しきれないんですよ、今僕の持ってる武器では、ものでは。ただ、これも吸収されるから、やるか、やるしかねえか。やばい、まずい。こんな怖いことある？とりあえずこの、黄金のスタルチラさえ取りゃいい。やば。まずい、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 おい。うわぁ！恐怖すぎるだろ、ここ。何なんだよ。倒せないとかないよ。あー、お前ふざけんなよ。何取られた今。多分、ハイラルの盾取られたやろ。お前返せ。信じられない恐怖だわ、もう。OK。はい、ハイリアの盾持ってたよ。ハイリアの盾はもう持ってましたよ。はい、どうも。この辺りにあるらしくて、あれかな？あそこにもしかしたらカカシが出てくれる？出てくれるっぽいな。ただこれロングフックいるんじゃないかな。ちなみにね、ここの上に、あ、届かなかったのかな。一応カカシ召喚のなんかイベントみたいなの出ましたよね。いや、ここの上だと思うんだよ、調べた情報によるとね。この上だと思うんだけどな。出てくれるかな、カカシ。オッケー、出た。ただ届くかってことですね、これが。クショットが。いやー、際どいんかな。届いてくれ。はい、オッケー、届きました。で、ここに来たのはいいが、あそこか。これはさすがに届きますね。お、こんなんあったんですね。え、あー、こんなんあったんだ。知らなかったです。知らなかった。はい、この奥にですね、宝箱、本来であれば200ルピーが入っているものと黄金のスタルチラがいるみたいですね。これは期待できるんじゃないか。知らなかったです。完全に知らんかった。よし、とりあえず黄金のスタルチラがこれで39匹目、リーチですね。
1匹ぐらい多分どっかで回収できると思うんで、40匹目の、アイテムは何か回収できるかなと。ただ50は厳しいかなと思ってます、さすがにね。まあ30の時も40は厳しいかなとみたいなこと言ってたと思うんで、まあかき集めればなんとかぐらいには思うかもしれないけど、この奥がですね、宝箱が1個あるらしいんですよ。あれ、もう1匹いるな。ありがてえ、もう1匹いるぞ。あそこか、届くかな。届かないな、反対側だ。ただこれで黄金のスタルチラが40匹揃いましたね。こんなとこ来たことある方いるかな。黄金のスタルチラ集めをしようと思って集めた方は来たことあるかなと思って、僕は初めてですね。はい、これで40匹目です。あとでかかりこ村で景品をもらいに行きましょう。これがなんかロングフックとかの可能性もありますからね。これに関してはありますね。じゃあ難しいんで、難しいんでちょっと気合い入れて入手しに行きます。はいと、取れました。何でしょうか。あー、シャドウテンプルか。いやー、まあでもここに闇の神殿の鍵を置いてるのがちょっとまたクセモノですね。ここに要はなんかここを攻略しないと、要は闇の神殿の中には行けなかったってことですからね。はい、かかりこ村に戻ってきました。戻ってくるのも一苦労です。なぜなら光のプレリュードがないから、もしくは墓地に飛ぶための何かがないからです。これで何か回収できなければもう残すところがわらしべとかそんなになってくるよね。やれてないことって言ったらもう本当に頼むわ。あの手紙が欲しい。あのゾーラのあそこあれば一気に本当に進むんすよ。てか本来の子供の時代の路線に戻せるんですよ。頼む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 。いやー、でもこれは取り逃してないんだよ、井戸の底のコンパス。もうダメだ、もうないもんな。だってこれね、鍵めっちゃ手に入ってるでしょ。小さな鍵とかボス部屋の鍵とか、それだけいろんなとこ回ってるってことなんですよ。そのミニゲームやったりとか、ハイラル各地回ったりとか、いろいろやってるってことなんですよ。ただキーアイテムが手に入ってないだけなんですよ。これ七並べで言うと、8とか6とかを止められてる状態だから、その奥の10とか9とか11とか持ってる状態なんですよ。手に入れば一気に進むとは思うんですけど、なんだろう、わらしべかな。わらしべが止めてんだったら、すごい意地悪なランダマイザーだけどの生成だけど、わらしべはね、多分できると思う。エポナあるから、わらしべっていうのは、ダイゴロン島を入手するルートですね。そのアイテム一つだけのためにわらしべをわざわざやるのかっていうところなんですよね。で、時の外の持ってないから、まあ仮面評論会はできないんですよ。それがロングフックっていうことなのか、あるいは俺が取ってないものがまだあるのかってことだが、わらしべかな。やるしかないかもしれないですね。候補の憂いを断つためにわらしべ、もしくはあの唯一やってないミニゲーム、唯一じゃないんだけどやってないミニゲームのやぶさめ1500点か釣りです。子供時代の釣り、釣りはマジで無理です。何十センチは釣れない。大人時代の50センチは割と簡単に釣れるんですよ。でそれ釣ったらハートだったんですね。大人時代の釣りは終わってます。で子供時代のね50か40センチの魚は本当に釣れなくて、まあわらしべやるぐらいだったら釣りやった方がいいよなってことで、はい、また次回ですね。次回はおそらくもう完全にやることがなくなっているので、その3つのどれかあたりを潰したいなと思います。はい、ということでまた次回をお楽しみに。ちょっと進展できなくて申し訳ないですね。また次回をお楽しみに。サイテマンでした。ありがとうございました。